こんにちは、フェリーチャー大池です。今回のメインは玉ねぎのオーブン焼きです。玉ねぎのオーブン焼き、はい、なるほど。玉ねぎを丸ごといただくと。そうです、玉ねぎをただオーブンで焼くだけですね。それ前、あんちゃんの店で食べたことある？そう、あのね、実はすげえ人気メニューだと。で、今やってないのでぜひ こちらでやりたいなと。で、簡単なんだけど意外に家でやらないでしょ。何か調理をしている合間にオーブン使って入れとけばいいので、やっぱりちょっとイタリアンには仕上げたいので、美味しいオリーブオイルね、ご用意したのと、少しチーズ振って、あのチーズの風味を生かして玉ねぎ食べたいなと思ってます。お店だと玉ねぎオリーブオイルかけただけだけです。塩と胡椒しただけ。おい、ダメだよ取るよ。だって調理して焼いてあったかいの出してんだもん。ただでは出さないでしょ。世の中の飲食って全部敵に回すよ、本当ね。で、食べた後の後方だから言うな言うな、それ以上言うな。そう、冗談です。そうそうそう、カットして焼くんだけど、もちろん丸ごと焼いてもいいです、どっちでもいいんですけど、皮は残して焼きます。玉ねぎがより甘くなるというかポイントですね。要はここにがオーブンの火に当たらないでしょ。となると、な、中がジューシーで仕上がる、要は飛ばない、水分飛ばさずに仕上げられるので、外側はちょっとカリッと仕上げたい なと思ってます。このチャンネルでは日本各地の美味しい食材を使って簡単なイタリアンレシピをご紹介しております。誰でも簡単に作れますので、よろしければチャレンジしてください。そしてご興味ある方はチャンネル登録もお願いします。今日は簡単です。玉ねぎを下調理、根の部分はね、カットしますね。こうくり抜いて取ってください。ここだけ取るだけです。はい、これね。で、玉ねぎね、半分、縦半分にカットします。これをどんどん切っていくだけですね。あ、これは楽だわ。あの、これで美味しいんだもんね。奥様、奥様というかご飯作る方超楽だわ。これ一品美味しいの出来上がるから。はい、もう準備終了ですね。こっちが上なんだ。あ、そうそうそう、こっち上です。こっち上、こっちにちょっと焼き目をつけたいわけですよ。うん、焼き目をつけたいの。ね、で、こういう状態ね。はい、で、ここにお塩ね、振ります。電動が壊れちゃったよ。これはね、これは落としても壊れないからね、はい、だから飲食店は電動の水使ってるとこないんだな。いいです。全然これぐらいかけてもまだ足りないぐらいかもしれない、うん、次は胡椒ですね。イメージできるよね。うん、そう。はい、で、続いて美味しいオリーブオイル味見してください。ぜひ香りもいい、香りもいいしね、味がね、はい、はい、どうぞ。どうですか？スパイシー。お、いい表現使うね、スパイシー。あ、本当だ、スパイシーこれはちょっと経験したことない。辛みでしょ。シチリアのオリーブオイル、もうオリーブオイルってもう本当にいろんな種類があって、めちゃくちゃ品種あるから味も全然違うんだけど、これはどちらかというとおっしゃる通りスパイシーなオリーブオイルで、サラダなんかにとか、こういうお野菜、確かに、いや、すごく、例えばカプレーゼとかさ、ね、モッツァレラ、美味しいモッツァレラとトマト用意してバジル乗っけてちょっと垂らすと、もうそれだけでもレストランの味になるので、なので、この美味しいオリーブオイルを今日はね、はい、せっかくなんでたっぷりかけて。これ青ちゃんの店で売ってるもんね。あ、そう、店で売ってますありがとう、ありがとう。はい、贅沢に、はい、塗り込んどこうかね、こうやって、あの表面がちゃんとオリーブオイルかかるようにね。これもうね、贅沢にいきましょうよ。はい、じゃあもう準備完了ですね。これでオーブン焼いていくんですけど、途中でこう頃合い見ながら、あと15分ぐらいだなと思ったところで、チーズかけてもう一回オーブン入れたいと思います。はい、じゃあ焼いていきましょう。いい焼き色ついてるね。そうですね。実はね、
甘っ、ね、本当に甘い。本当に どうですか。美味しいです。チーズがいいね。そうです ねちょっと表面少し焦げたというか焼けたチーズが、オリーブオイルかけて超美味しいじゃんこれ。もう贅沢でしょ、オリーブオイルかけて、俺もこれオーブンに入れるだけでこんな美味しくなるんだった。これは確かに人気メニューになるわ。でしょ、お金いただいていいでしょ。お金いただいてもいいです当たり前のことだけど、ね、これ皮があることでさ 下の方がさちゃんと保湿されてんの、ね、パサパサになってないでしょ、うん、トロトロの状態でさ、この状態で食べられるから。甘い以外の表現で言うと何だろうな。どう、村上さん甘い以外の表現してもらっていいですか。食材の本来の旨味が出てますか。出てます。確かにね、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また銀座にありますラボッテガヤも営業再開しております。よろしければお立ち寄りください。